皆さん、こんにちは。ケニー川原崎と申します。今日はですね、私が企業研修で実施しております、自信を持って説得できるロジカルプレゼンテーションスキルですね。この内容について、ほんの5分ほどで,ですね簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。皆さん、いかがでしょうかお仕事でプレゼンテーションをなさった経験ってありますでしょうかプレゼンテーション、自信を持ってできてますかはい。 ある統計によりますとですね。80%の人がプレゼンをすることにですね。自信がないという結果が出ております。はい、もうできればプレゼンテーションを避けたいという風に思っている人がもうほとんどだということですよね。で、実はね。私もそうだったんですね。私も昔はプレゼンをするのが苦手でした。 ですけれどこのプレゼンをね、教えなきゃならないという状況に追い込まれて、ですね、いろいろこう試行錯誤してきた結果、ですね、このように普通にプレゼンテーション、あむしろあ,ある程度自信を持ってですね、プレゼンができるようになったんですね。ですから今回も皆さんにぜひプレゼン、えー、をですね、自信を持ってできるようになっていただきたいというふうに考えております。それがこのコースの目的なんですね。でなぜそれができるようになるのかということをです、ね、その簡単にですね 料理の例えを使ってご説明させていただきたいと思います。このプレゼンスキルとですね、それから料理のスキルってね、ほとんどね、その本質と同じなんですね。で、ここで申し上げたいのは、この4つの S ということを押さえればですね、皆さんは料理も上手くなりますし、それからプレゼンも上手くなるんですね。じゃあ、その例えを使って説明しますね。皆さん、例えばこの肉じゃがという料理を作るときのこのプロセスをね、考えてみていただきたいと思うんですよね。まず一番最初に必要なのはですね、 素材ですね。素材を持ってきて、でそれをおー皆さんの料理の知識とお、それからスキルを総動員してですねで、その知識とスキルが十分であれば、美味しい肉じゃがができるわけですね。ところがどうでしょうか。いい素材を集めても、皆さんがこの肉じゃがを作るという知識とスキルがなかったらですね、美味しい肉じゃががで出来上がりませんよね。はい、この例えを、ね、使いながらちょっと説明させてください。じゃあ、おしい肉じゃがを作るための、 重要な要素な素、でしょうかまず最初にですね、素材を集める必要があります新鮮な栄養のある素材ですねこれはプレゼンに置き換えると何でしょうかこれは価値のあるトピックですね価値のある内容ストーリーをまずしっかりと選んでください2つ目なんですけれどこれはですねこのプレゼンテーションを分かりやすくする技術です実は私あの料理学んだんですね ABC クッキングで料理を学びまして おい、えー、しい料理を作るために必要な2つ目の要素としてです、ね、この切るスキルというのは、ね、この包丁さばきがすごい大事だということが分かったんですね、えー、これをプレゼンに置き換えるとこのプレゼンテーションの内容をいかに分けるかということなんです論点を分けるかあこの分かりやすいという葉ですけど皆さんこれどこから来ていると思いますかこれは、ね、分けるから来ているんですね、えー、分かりやすいプレゼンテーションというのはきちんと、ね、論点が分かれていますまず結論は何かとか それを支える理由は2つ、3つとかね、最後、アクションプランは何かというふうに分けるんですね。これは構成を作る技術ですね。それから3つ目ですけど、美味しい料理。これが決め手になりますね。味付けの部分です。ここで失敗してしまうと、どんなに素材を持ってきても、しょっぱすぎたり、甘すぎたりしてしまいます。これ、プレゼンでいうところのですね、この話し方なんですね、スタイルです。はい、今私、皆さんの目を見ながら、あというかカメラを見ながら話してますね。それからこうジェスチャーをつけながら話してます。それはですね、 こんな風に話ししたらどうでしょううでょか。もうこれだけでなんか説得力半減しちゃいますよね。自信もないなって感じになってしまう。だからこれはね、スタイル、話し方ですね、味付けの部分です。そして最後にね、料理で大事なのは、この最終段階ですね、この盛り付けですね、どんなに美味しい素材を集めても、この盛り付けで失敗してしまうとですね、美味しそうに見えないですね。はい、これ、プレゼンテーションに置き換えると何でしょうか、これはパワーポイントですね、スライドです。 ここれを見やすすくく美しく作るとということですね、はい、以上のね4つ、なんですね以上の4つもう1回繰り返しますと、まず、えー、ストーリー,、えー、価値のある内容を選んでください。2つ目はですね構成ですね、内容をいかにこう分けるか切るかですね、で分かりやすくするかです。3つ目がこう自信を持って、えー、気持ちを込めてね、えー、話すというスタイルの部分ですね。そして最後が、はいこれがあの盛り付けですね。盛り付けです しっかりと美しくパワーポイントを作っていただきたいと思います。この4つのコストを抑えればですね、料理も上手になりますし、それからプレゼンも上手になるんですね。で、この内容、一つ一つの S についてですね、本編では詳しくご説明させていただきたいと思います。それからもう一つ、ここで強調したいのは、皆さん何のためにプレゼンテーションをね、マスターするんでしょうか。プレゼンをマスターするとね、どういういいことが起きるんでしょうか。はい、もちろん、直接的なメリットとしては皆さんは プレゼンをですね、ロジカルに分かりやすく、説得力を持ってできるようになります。これはもうすぐに起きてくる変化ですね。はい。でもそれがずっと伸びていったらどういうことになりますかこれ結局皆さんのね、あの生き方とキャリアがあーこう上昇してくるんですね。生き方がね、すごい積極的になってきます。キャリアも上がってきますよね。どうしてでしょうか、えー、まず、この自分の言いたいことを自信を持って言えるということはですよ。これは皆さんの生き方にすごく影響を与えますね。 今まではちょっと自信投げに話していたんだけど、今回はきっかけにですね、自信を持,つ持って話す話し方、スピーチの仕方等をです、ね、マスターしていただければ、もうそれ自体がすぐにですね、皆さんの積極的な生き方に、えー、帰っていきますね。それからあビジネスプレゼンテーションもロジカルにできるようになってらるんですね。これは、 お客様を説得することがより今以上にできるようになりますし、それから社内でのプレゼンテーションでも社内の人たちを説得できる、上司さえも、ね、説得できるようになりますから、これは皆さんのお仕事、キャリアアップにもつながるということなんですね。よろしいでしょうか。はい、ですから、プレゼンテーションはただ単に皆さんが話すのが上手くなるだけじゃないんですね。えー、それがあ起きてくれば、皆さんの生き方、それからキャリアアップにつながってくる、これが、ね、本当に一番重要な目的なんですね。よろしいでしょうか。 はいえー、積極的な生き方、それからキャリアアップにつながるということですね。えー、私はですね実はこの自分自身、プレゼンテーションを自分自身磨いてきましたのでこの英語のスピーチコンテスト、全日本トーストマスターズ英語スピーチコンテストというのはあまり年あるんですけどね、えー、そこで準優,した経験準優勝した経験もありますしそれからあの日本英語連盟主催の社会人英語ディベートコンテストというのがあるんですね。それに参加して、えー、決勝戦で アメリカ人を破ったりしてですね優勝した経験もありますですでからあ、このセッションでは、皆さんにお役に立つ、私の経験、えー、いろんな知識ですね、えー、体験、スキルですね、もうすべ、えー、て皆さんにお伝えしたいと思っております。で、具体的にはね、私はこの企業研修でこのコースをずっとやってもらいました。30年間にわたってですね、約40社ですね、日経外資系両方を含めまして、日本語、英語でのプレゼンテーションをずっと企業研修 研修とししてて、ね、提供させていたただきました参加者の方、本当にあのプレゼンが上手になられて、えー、前向きな生き方、それからキャリアアップにつながってです、ね、とても喜んでいただいていますので、皆さんにも同様の結果を出せるというふうにあの確信とります、はい。以上はですね、今日のが簡単なご紹介でした。それではあの本編でですね、このセッションでお会いするのを本当に楽しみにしております。えー、よろしくお願いいたします。